大丈夫です。多かったっすね、非常に。みんなが気になってるところはほぼほぼ来た感ありました。しかも期待通り、けれどもまだ重心化からですね、一応ね、フラパではサスケがすでに発表されて今いたんですけども、はい、まあ、10月27日火曜日12日、サスケはね、あの重心化します、でもう一体、はい、岩投手が今回発表されましたね、同じ日に、まあ、こちらも実装されているところで、反射バランスサムライト、アビリティがアンチダメージオール、超アンチアップ、レーザーストップにゲージで底力ですね。で、先生がまあ壁ダウン、20ターンの24ターン。で、友情コンボが、超強中距離拡散弾級と、超絶爆発ついておりますよと。まあ、新友情が中距離のまあ強いのが、ですね、超絶爆発に関してはもう、分かってる強さが、ね、爆発じゃない力ですけどね、出ますから、うわ超砲撃にしてっていう性能でしたね。まあ確かにね、長距離中距離が気になるところを2個言うと、まあ、威力さすがに、まあ、もうすでに結構威力は高めの友情コンボになってるんで、あのバレット系みたいにあの大幅上昇っていうのはあんま見込めないかなと思って、純粋に 1.4 とか 1.5 倍ぐらいの威力になってくるのかなって思ってのと、あと、まあ、中距離拡散といえど、そのやっぱ範囲が変わる友情も結構あったりしたんで、ちょっと範囲変わってたりしたら嬉しいなって感じです。嬉しいね、確かにね、まあ、今のも強いですけどね、あでも十分広いとは思うけど、強ってたら、ただまあでもこれ 1.4、1.5 になるだけだったら普通に砲撃の中距離と一緒だから、そこまでなんか大きな変更はないけど相当強いですね、相当強いと思います。で、アビリティもゲージ以外は弾なんか、あの外しても弾けるような性能になってて、いいですね、簡単性能も高いですね、レザストが偉いですね、レザスト偉いね、そのレーザーえぐいからこれ止めて、だからまあ硫酸、あの運酸硫固勢はあんま関係ないかもしれないですけど、運酸とかでちょこちょこやるだったり、安定度まとめるってなったら確実に入ってくるキャラですね、聖騎士でもないし、これほんといい性能だったな、いい性能、ね、バランスいい、イラストがめっちゃかっこいい、サナダっぽい、サナダっぽい、サナダっぽく感じたけど、岩投手どっちもあんま好きじゃなかったから、これはほんといいな、でも中心化して覚醒した感半端ないですね、なんか重心化した侍とかマジでイラストいいな、なんかザ・侍感、最後以外、ちゃんと なってる、本当に最後は面白い、あと両方でマジでかっこいい、これ両方と最後はまあ救いようがないんで、川方がやばいのか、というわけで、こちらもね、10月27日サスケと岩投手が重心化ね、しますんで楽しみに待ちましょうというところで、重心化する時代か、確かに、次、人気投票ガチャ、結果発表になりました。一応最近ガチャがね、あの10月24日土曜日12時から実装になりますよと。うん、上位に変わったやついいのかな、まあ、ね、ちょっと20位まで発表で、まあ、前回のね、週間発表ちょっと、ここ今すぐには思い出せないですけども、1位、エクスカリバー、2位、トゥーホール、3位、マナ、4位、ラプラスの5位、ジュズマルでしたね。で、まあ、6位、アザトースだったり、7位にオニマル、8位にブッシュワー、9位に、ベンザイテン、10位で、フライ。あ、一応11位か、20位まで、ありしてますけど、まあ公式発表の方でも100位発表されてるかもしれない、ね、サイトは多分ね、今、そうされてるかもしれない、全部出てると思うんで、皆さんね、予想されたとは思うんで、はい、何点だったか、あとは100位 ね、まだ知られません、俺ら今満点です、あの、まだ満点、今のところ満点です、今のところ20点取ってる、確率20点は取ってるでしょ、これだって全部入れてくれる、まあ、これは入ってるね、間違いない、20点取ってる、絶対間違いない、間違いない、これいないよね、全部入れたよね、いやまさかね、てか網だたっけえな、でまあこれもね、グループありますんで、まあ好きなグループのところを引いて、あの10連ガチャやるっていう感じになってますんで ね、まあ土曜日楽しみに待ちましょう、これほんと熱いガチャだからね、ラプラスいるとことかもやばいよね、ラプラス組、ジュズマル組とかもいいっすね、はい、進捗曲、カコートンでしたね、まさかの、それはね、結構いろいろ言われてたから何なんだろうと思ってたけど、カコートン、でもカコートンって割と新しいキャラじゃん、あの、ガチャの外れ枠の中だとしても、ね、結構昔の方が結構言われてたけどさ、そうだね、なんか名前負けしてるシリーズだったから、あの、これまだイシスの時の古さじゃないよね、そうだね、カコートンだいぶ三国志の、嬉しかったけど、意外と名前としては長期劇に合ってるよね、合ってる合ってる、カコートンって感じ、めっちゃ強そう、これはね、10月30日、まあ、モンストの日にね、あの降臨しますんで、まあ、これも結局やってから、直撃挑むって形になりますんで、ね、まあ、皆さんぜひ挑戦しましょうっていう、今日22だから金曜か19時金曜ね金曜か19時からまあほぼほぼ日替わりまで究極も直撃も来ますんで、ね、まあ、ライブをねこれはすると思いますんで頑張りましょうということで、誰だろうね、閻魔かな、閻魔臭いけど閻魔臭いな、さすがにね、
はい、次、うん、マスターオブやっと詳細来ましたね。来た。まあ早い話が貯めれるもん玉みたいな感じでしたね。そうですね、うん、もう、もん玉っすね本当にもん玉、うん、まあマスターオブなるものが、まあ、あって、うん、そのレベルを最大10まで上げようと。で最大10まで上げるとオーブ200個もらえますよと、うんうんこれさ貯めなくても50個なの。そう50保証、最低50保証なんですよ。全然やんない人でも10連ももらえる。0ポイントでもね。いやこれはちょっとぶっ壊れてるね。でまあ1日ねログインで100ポイント獲得できて、うん、さらにクエストをプレイしてポイント貯めることができますんで、マックス200ポイント、うん、1日貯めることができる、うん、で貯めなきゃいけないのがなんか15日でいきましたね。そう15日って言ってた、ね、3000か、マックス3000、うん、半月いいですね最短でね。だからそれで200個、まあ、40連分手に入るんで。だって15日200ポイント貯めるだけよ。うん、うん、まあ言えばだってさログインでさもう半分は半分だよね。そうそうそう、やばくない？で多分重心玉系のなんかねあのスタミナ消費多いやつとかやっとけば、うん、もう速攻で多分ねポイント貯まると思うから。でどうせモン玉を食べる作業あるからさ、うん、一石二鳥でどっちも貯まっていくみたいな感じの流れで、まあ、マスターオブ来るみたいなんで、まあ、ちょっとイメージしたとだったら違ったけど、うん、なんかこんな感じなんだってね。まあ、でも楽っすよね。楽でも楽からめっちゃ楽だよね、うん、これ楽ちん。なんか確かにね差が出ないしね、うん、まあしっかり貯めれば今すげえ。だってショコと合わせたら1000個近くあるってことだろ。これ1000個はやばいね。確かにやばいよね、うん、ちゃんとやれば1000個近くいくのはガチでやばいと思う。ではい、うん、ちょっとじゃあちなみにまあついで別にあんま関係ないけど、うん、モン玉、はい、限定キャラ増えますよ、はい、ヘスティア、はい、光属性シンプルですね。あんまちしか言うかねえわ。それが似てるやつがいるんだ。いや似てるっていうかヘスティアって名前です、うん、あ、そうヘスティアって名前だけです。似てはないですね。チャット欄でなんか言われてたけど、うん、10月30日金曜日4時からねこれも光キャラ実装されるんですけども、反射砲型とラビティが超アンチアープにアンチ幻想壁でレーザーバリアキラー持っております。でストライクショットが、狙った方向に貫通弾を放って触れた敵の数に応じて威力が増すメッセを放ちますよと。で24体ですね。で友情後もウォールスルバレットですね、うん、でゆっくり持ち、はい、SS がなんか先見玉のさのちっちゃい細いやつだ ね、あれのメテオ版って言ったんで、うんまあ、割と使い勝手いいのかな。多分そうだ、ね、反射するのかな、書いてないけど多分反射するだろうね、うん、あの仕様だったらね。だから結構強そうですね、うん、狙いやすいって感じがするけど、うん、まあウォールスルも砲撃型だから普通にダメージは出そうだしね。レーザーバレットがあればもっとダメージ出そうし、うんうん、まあちょっとなんか、まあ、メダル性能って感じ、メダル性能、メダルっていうかあのモン玉性能って感じのね感じは。ストックあるからもう秒で交換なんだよね。ウォール違和感ありますけどイラスト、イラストじゃん。かわいい。なんかあれですね、真っ向勝負の幼女ですね。まあじゃあそうだね。久々に。まあこれもね新たに来ますんで、まあ結構ねエネルギーとかで、もうあのモン玉メダルのストックある人多そうだから、うん、これもねすぐ使える人多そうですけれども。次、はい、ハロウィンイベント、うん、来ましたねやっぱり、うん、まあ、ガチャは復刻のみなんですけども降臨で、まあ、火属性ウルミリアと光属性バレアがやってまいります、うん、まあ、日曜日10月25日日曜日にウルミリアと、うん、10月26日曜日にバレア、はい、ます。ちなみにガチャもね復刻は来ます、うん、まあ、ドージャルフだったりね、うん、あのリボンアルファ、フェイトビンアルファだったりルイスキャラルアルファとかハリオアルファ、フセヒメアルファ復興が来るみたいな。氷ももちろん初夏に、ね、全部入ってます。新キャラは来なかったですね、さすがに、うん、多すぎるか。ここでね、アルファ追加来たら、うん、これはあったっすね、うん、びっくりするぐらいアルファ過去のやつこれ我慢できますね、うん、びっくりしたびっくりするぐらい我慢できるなと思って持ってない弾ある、うん、今同時アルファぐらいかなは狙ってもいいかもしれんけど、うん、まあ、でも今の環境絶対必要とはなんないよ。なんないね。でもなんないんだよね。どれも特に2段新しい方。いやそうなんだよな。ひでえなと思って、うん、久々こんなに復刻、うん、マジでスルーでいいやって思えたやつ、うん、ね、ないな。なんか運営さんからこのゲームはアルファ系じゃないよっていうのを訴えかけてるようなメンツですね。ドージャルファなんかでも あれでも使えたけど一応。あ、でもあれ結局運極だから使ってるだけだからな。いやそうなんだよね、それはそう、うん、アリバーアルファとかマジで持ってないけど欲しいと思わないし、うん、まあちょっと本当に欲しかった人勢向けって感じかな、うん、そうですね、これはね、うん、次もう来てるかな、映画ですね、映画トレ玉、はい、トレ玉が、まあ11月6日金曜日からね、うん、ルシファー絶望の夜明けが
劇場でね公開されるのを記念して鑑賞特典が今回ももらえますよと来ました。トレダマ、はい、トレダマ1個でアイテムガチャ1回、英雄の証、ワクワクステッキ、レベルの書どれかが手に入りますよと。さらにオラネ1体プレゼントで、オラネを塗装にしてノアだったりオペコがね、MV にできますよと。あとファンタスティックドラゴンも1体もらえますよと。これ前1体だもんね。うん、これも素材になる。ファンタスティックドラゴンがルシファーカエサルの素材ですよね。そう、最初あ可愛いと思ったけど素材なんだと思ってね、うん、どっちもなんかいい感じだったけど、素材ですね。ファンタスティックドラゴンとかやばいっしょ。これ欲しいけどね普通に。なんですかね。まあだからまあ簡単に言うとオペコの数だけ映画行けよってことですね。オペコやばい。オペコのイラストこれめっちゃいいわ。めちゃくちゃいいっすね、うん、絶対これにする。バチバチ厳選されてるからこれがもらえるじゃなくて本当によかったっすね。今厳選してるやつはこれにできるから、うん、うん、超良かった。そうだよな。よかった、線形も解放してね。これでノアとかもかっこいいし、うん、かっこいい。あ、このルシアファーのカエサルのなんかもう、うん、やばいね。このなんか全集合ポスター感やばい、ね、うん、このなんかね、これできたらテンション上がるよな、モンスターな、うん、でもこれルシカエのさ、このイラスト出た割にはさ、復刻のこと何も言ってなかったから、あ、公式サイトでポーンって復刻されるか。で、一応、ね、映画が11月の6日とかだったじゃないですか、うん、だから次のニュースで発表しても間に合うんだよね、うん、だ今回お知らせ多かったから次に回そうなんて、多分復刻来ると思うよ、さすがに。確かにそれ完全忘れてたけど、これで復刻なんかないのは理解不能でしょ。理解不能だもんね、うん、だから映画まだ見てない人もいるから、見て多分欲しくなる人一定数絶対いるんだよ、うん、今回面白いから映画普通に、うん、からさすがに復刻はあると思う。出さない意味がない。もうなんかガチャも発表されたきりいたけど、そう発表されないんだよね。発表されないね。まあまあ多分来週で間に合うから、うん、映画の公開には。さすがに公開に合わせるよね。さすがにね、さすがにこれでガチャなかったらもう頭おかしいしな。そうですね、何言ってんの誰も、うん、いや確かにこれさすがにだってオラネとか1回1体だよね、絶対ね。1回1体ですよ、だって前回で11回じゃあ10何回いったら10体ゲットしましたからね。ちなみにあんま行き過ぎると売りますからね。これ売りましたから前回の俺もカナタオラモンってやつがいたんですよ。そうか、うん、いやーこれだけで欲しいから難しいな。かしら何回かじゃやっぱ行かないといけないよな。じゃあそうですね、俺も1回見てるから、まあ、1回見るのは確定してるから、うん、どうせ1回は行くとして、いやヒルズのとこでやってほしいな。やってほしいね、うん、今回もやっぱどうしても行かなきゃいけないような仕様になってますね。そうですね、うん、行かないといけない。行かないとね、やっぱ MV うまいな。でも、うん、でもこれ多分またスポット系なのかな。あー、だってもらえるってもらう方法ないもんね。ないね、行ってなんかあれでしょ、特別な映画館のやつだよね、うん、そこでしか。スポット系の多分あれになるのかなってもうちょっと思ってるけど、うん、はい、まあ、なんでこちら11月6日金曜日、ね、やっと公開、劇場版で公開になりますので楽しみに待ちましょう、うんうん。はい、最後ラッキーモンいきます。はい、リリース、リリースされてたザ・ハドルデン、リリース、セイレン、ナーガ、コンマ、リリースの挑戦、リリース急なリリースが、リリース推しが、リリース推しがすごい。まあ以上が10月26日月曜日4時から10月2日、うん、あ、11月2日月曜日3時59分までなって、いやてかちょっと今日は今回ワンチャン期待してたんですけど、うん、あのまあ多分入んないと思うんだけど、光のモンスの日の反映されるのかされないのかはねちょっと知りたかったな、うん、確定情報で説明なかったっすね。多分ないですけどね、うん、あの身長とかもやっぱないんでないと思うけど、うんうん、確かに別でキャンペーンね来てるもんね、うん、しっかりね、そっちはあるかなってのはちょっと思ってる、うん、ぐらいですね、ぐらい、はい、はい、まあね、皆さんもね、あれやこれやあると思いますんで、うん、ぜひ、ね、コメント欄よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでもトレダマ来るとやっぱり映画の、うん、映画来るんだなって感じしますね、うん、って人はちゃんとよろしくお願いします。じゃ今回もゲームネタジオ4からお送りしました。ナビでした。シュレでした。ボーチャンです。ありがとうございました。チャンネル登録わかります、わかります。その君もなくなっちゃったから、わかるよ、わかるよ。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録ね、はい、知りたければね。